どうも。 阪神情報局です。今日もタイガースの最新情報についてお話をしていきましょうということで、現在この動画を撮影しているのが2月20日火曜日の試合終了後なんですけれども、タイガースは本日韓国サムスンと戦いましたが、結果2対0の完封勝利ということで、これで対外試合3連勝で2試合連続の完封リレーですね。いやー今日のゲームを若手選手がそれぞれアピールで特にブルペン陣の仕上がりがえげつない、まあそれぞれの選手が素晴らしい投球内容を見せてくれて とというこで最最新アピールについいいいててごご紹介ししきまますすよかったたらととも最後まででで覧いただけると嬉しいですでは、早速お話をしていきますが、まずは先発マウンドに立った川原投手についてです。紅白戦で2回無失点と結果を出して、掴んだ1軍対外試合のマウンド。先発候補の選手もたくさんいる中、掴んだ先発登板ですが、初回も抜群のテンポで三者凡退。打ち取ったボール含めて、ほとんどストライクゾーンに投げ込むテンポの良さ。岡田監督は川原投手について、右バッターに対するインコースの精度が良い,い。 このように話してましたが、逆に言うと左バッターのアウトコース、ここにもビシバシ決まるということ、そこにしっかり投げ込めていました。で、初回のタイガースの攻撃は、2アウトから原口選手がサードに内アンダボテボテの当たりではありましたが、しっかり足回ってましたね。もちろんですが、まだまだ元気です。さあで2回の川原投手は、長打でランナー背負ったんですが、無失点。まあ、初回と比べてかなり大きくボールが外れる場面もありましたが、変化球はしっかり低めに集まってました。で、先ほどご紹介した川原投手の強みとなる逆のゾーン、右バッターの アウトコースにキャッチャーが構えるとボールが少し暴れ気味になっていたかなと、まあ、ただストレートで押し切って力勝ちもできていたんで急速以上にバッターは早く感じてるかもしれませんで2回の攻撃で今日も打ちました佐藤照明これで実戦5試合連続安打。 浮いてきた甘めの変化球でしたが、追い込まれてましたし、いい反応でした。ライトに一本持っていきましたが、本当にここまでの実践、打ち損じが少ないです。佐藤選手に関しては、スワローズ中村捕手が話してました。調子がいい、打ち方がコンパクトになって、確実性が上がってきてる。動画を見る限りは、いい感じでバットが触れていると。中村選手は隙間時間で他球団の選手をチェックしてるみたいなんですが、やはり佐藤選手の進化が気になるようです。プロのキャッチャーが見てそう感じるということは、やはり今年は一つ二つ、グレードアップした佐藤選手が見れるんじゃ な,ないでしょうかさあでこの佐藤選手のヒットから2アウト3塁のチャンスを作ってやってくれました前川右京ここも追い込まれていたんですがアウトコース寄りの変化球だったんですけどね巻き込むように前で払った打球はライトスタンドへ先制ツーランまこれが決勝点になりましたいやものすごい当たりでした ま、正直、スタンドまではどうかなと思いましたが、これが岡田監督がずっと評価する弾道アップですね。昨日はゲラ投手のインコース速球を、今日はアウトコースの変化球を、結果、内容ともに抜群です。2日続けての最高のアピールになりました。さあで2点の援護をもらっての川原投手、ラストイニング。やっぱり得意ゾーンに構えた時の精度、めちゃくちゃいいですね。先頭バッターから奪った見逃し三振のラストボールなんて完璧でしたよ。ただずっと得意コースに投げるだけでは、バッターに貼られてしまいますからね。課題は強みの逆のゾーンへのコントロール ールかなと個人的には感じましたが3回を投げて無四球被安打1の無失点いやーいいアピールでした。 背番号は3桁。求められるのは実戦でのアピール。まあ、平田ヘッドもよしよしと、ベンチに戻ってきた川原投手に声をかけていましたが、本人のほっとした表情も良かったですね。もちろんまだまだアピールしていかなければいけない立場ではありますが、念願の支配下帰り先に向けて、素晴らしい対外試合のマウンドになったんじゃないでしょうか。で、試合は中盤戦。そしてここから系投に入りますが、今日のゲームはキャンプ2軍スタートで、調整任されていた選手たちが続々と登板。まずは岩原投手。 岡田監督が2軍キャンプを訪れた際、岩皿はボール走っとったと評価をしていました。 確かに思い返すとちょうど1年前の今頃、岩沢投手は先発調整でしたからね。ただ様々なチーム事情もあり、再度中継ぎに回るという形になった。そこから今年はもう完全中継ぎ一本のキャンプ。で、その中で迎えた今日の登板でしたが、2つのフォアボールを与えるも無失点。んー、まあかなりいいボールと良くないボールがはっきりしてましたかね。まあストレートの力強さ自体は抜群。最速149キロですかスピードはしっかり出てました。 ま、岩更投手もいくら経験豊富とはいえ、今年初の対外試合ですからね。岡田監督も苦笑いするシーンはありましたが、ボール自体は間違いなく走ってますから、まだ細かい部分はこれから微調整という感じでしょうか。さあ、で5回はこちらも独自調整任されていた加治屋投手。加治屋投手は紅白戦で一度投げてるんで、2度目の実戦登板になります。自分がやってきたこと、取り組んできたことを試せるいい機会と、このように話してましたが、もう圧巻でした。 得意の右バッターに対してはもちろん、自らも課題と挙げる左バッターに対しても、いいボールをバンバン投げ込む。ストレートは最速151キロですかね。もう仕上がってますよ。変化球も右バッターに対しては高速カット。 左バッターにはフォーク、完璧でしたよ。思わず声が出てしまうぐらいの投球内容。岡田監督はブルペンで数多く投げる姿を見て、ゆっくりせえ言うてるのにと、まあ、このように嬉しい悲鳴といいますか、まあ、コメントを出していたんですけれども、改めていい姿を見せてくれました。素晴らしいピッチングでしたよ。さあで、試合は終盤戦突入。まあ、韓国のピッチャーも結構いいボール投げてたんで、なかなかタイガースのバッターヒットが出なかったんですが、もうここはお得意の逃げ切りがちといいますか、投手陣が続々と素晴らしいアピール。6回マウンドに上がったのは島本投手。こち こちらも独自調整任されていましたが初の実戦マウンドカジア投手と同じくバンバンブルペンで投げ込んできましたがもう何も言うことなしっていう感じですかねコントロール抜群ですポンポンストライク先行で追い込んで変化球も落としたい高さにしっかり投げ切れていました 2アウトからヒットでランナー背負ったものの無失点。島本投手も順調だと思いますね。で、あと佐藤選手のサード守備、ここも良くなってるように感じます。今日のゲームではボテボテのゴロ、早い打球、難しいゴロが結構飛んでましたが、それぞれ落ち着いて処理していました。さあで7回のマウンドには漆原投手。 土曜日のイーグルス戦以来のマウンド、もう一つ一つの実戦で結果を残し続けたい立場ですが、今日ストレートはこれまでの実戦で過去一だったんじゃないですかね。まあ、同じ右ピッチャー、明らかにカジや投手も見てて、あーボール走ってるなーって感じましたが、うるし投手も負けじと最速153キロですか、まあ、ギノザはガンが出やすいと言われたりしますが、そんなに大きく盛られてる感じはしませんでしたよ。間違いなく150キロ近くは常時出てると思います。で、この回はダイソーからサードに入った熊谷選手の素晴らしい守備もあって三者本体いやー、うるし投 投手めちゃくちゃ良かったです。そして8回は岡留投手がマウンドへ。 岡止め投手も土曜日のイーグルス戦以来の登板ですが、岡止め投手も状態いい。というよりめちゃくちゃ進化してます。ストレートはそれぞれの実戦見てても、常に150キロオーバー。で、今日はフォークかツーシームか、いずれにせよ挟む系のボールが140キロ後半出てましたからね。まあ、しかも今日は左バッターが3人続く最高のアピール機会。力でねじ伏せて三者凡退。ラストバッターには152キロをアウトコースに連続で投げ込んだのは思わずうなりましたよ。いやー、ブルペン人の仕上がりえぐいです。で、ラスト9回はシーバ投手がマウンドへ。前回当番 は、被弾もあって2。失点。 悔しい登板になりましたが、今日はストライク先行でどんどん押していって三者凡退。まずはバシッと抑える結果が欲しい中、リズムよく抑えることができ、日曜日のカープ戦から2試合連続の完封リレーになりました。はい、ということで、今回の動画では本日2月の20日に行われた韓国サムスンとの練習試合についてお話をさせていただきました。結果は2対0の完封勝利ということで、これでタイガースは対外試合3連勝。で、今週末からいよいよオープン戦に入っていきます。まだキャンプ中の実戦にはなりますけれども、もう3月あたりからね。 まあ、ある程度、開幕一軍というところも、首脳陣としては考えなければいけませんし、野手、ピッチャー陣ともにより激しいアピール合戦になっていきそうです。まあ、今日のゲーム、特に目立った選手で言うと、やはり前川選手ですね。前川選手は本当に状態いい。まあ、一度岡田監督は前川選手に対して、野球感磨かなあかんと、まあ、厳しいコメントを出していたんですが、そのゲームをすぐに前川選手はコーチ陣だと振り返って、良くないところを洗い出して、まあ、その後実戦でしっかり結果を出していく。まあ、昨日はゲラ投手からホームラン、で 今日は実戦でもホームラン間違いなく最高のアピールです。で、ピッチャー陣に関してはやっぱり3イニング投げた川原投手ですかね。まあ一安打無失点、まあ、フォアボールを出していないというのも大きい。で、中継ぎピッチャーで言うと、漆原投手と岡留投手、まあ梶谷投手もすごかったんですが、まあある程度調整任されている組に関しては、よほどのことがない限り1軍での登板というのは濃厚ですから、まあこれから開幕1軍をつかみ取っていこうという立場、漆原投手であったり岡留投手、この2人の投球内容素晴らしかった。まあこれからオープン戦に入 入っていてより厳しいアピール合戦に入っていきますがこれから一体どの選手が突き抜けたアピールを見せてくれるか注目していきましょう皆さんは今日のゲームどのように感じましたでしょうか よかったら皆さんのご意見というのもお聞かせいただけると嬉しいです。ということで以上、今回の動画が皆さんの参考になれば非常に嬉しいです。この動画が面白かった、ためになったと思っていただけた方は、よかったらチャンネル登録、グッドボタン、押していただけると嬉しいです。皆さんのおかげで、この阪神情報局、チャンネル登録者53,400人突破、いつもありがとうございます。皆さんのご視聴、コメント、高評価、チャンネル登録が励みになってます。 次は目指せ、チャンネル登録者5万4000人ということで、今後とも阪神情報局、何卒ぞよろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。毎日、トラホー、ありがとうございました。次の実戦から、いよいよオープン戦に入ります。どの選手が突き抜けたアピール見せてくれるか、注目していきましょう。ではまた。